完全にいつもの人数じゃない。だから、で、大都騎士も、鏡が2台、番長が2台、SO も3台しかないんで、ちょっと吉宗が入るまでは、辛い状況が続きそうですね。台数的に。抽選頑張んないと。わー、くじ引きかー。くじ引きはね、ど真ん中って決めてます。よろしくお願いします。でれれれれー。危ないね。ケツ2でした。ケツ2。はい、もう無理無理。北斗無理、空いてない。カマネリ、カマネリ、カマネリ、カマネリ。2日はめっちゃ空いてるけど、まあよし。おっす。皆さんおはようございます。しのすけの秘蔵っ子のみなひろです。さあ本日はですね、ウエスタン一之江店様の方にお邪魔しておりますということで、抽選の方を見てもらった方はわかると思いますけれども、完走して4000枚いかないぐらい出して完全に味しめてるんで、まあ今日もいけるんじゃないかとそのレベルですね。はい、で抑えた騎士がカバネリです。いきましょうか。いつものやつ。ウエスタン一之江店様での収録です。マックスベッド押せ。どちらでもない。635ゲーム、今年19本でしたね。チャンス目一発でクライマックスバトル成功。お、ロック割ってる。びっくりした。これ調教チェリーじゃね。はい、お待たせしました。オス番長ゾロが開きました。で今持ちメダルが700枚ぐらいなんで、サマイスで言うとそれこそ700枚から800枚ぐらいマイナスっていう状態で移動してきました。でこの番長ゾロが直撃2回引いてます。はい、通常時が2200ゲームぐらい回されてて直撃が2回、サマイスはだいぶ辛い感じですね。なんで多分直撃2回引いてるんですけど、ボーナスがちょっと重たくて AAT もやれてないっていう感じでしたね。やめてるっていうのも含めて6は厳しいとは思うんで、4号あたりあればいいかなという期待を持って宝探ししていこうかなと思います。はい、2ゲーム前にチャンス目引いてて、そこから大ショート発で来たんで規定ポイント到達、もしくは、まあ、強制短縮で行ってます。1回目の規定ポイント到達。ただゼロモードは抜けててオーラはまとってないんで、おそらくは通常かチャンスで抽選受けてるでしょうと。結局高設定は通常チャンスで当たるから、当たるから、まあ、また有利感をリセットしてゼロモードからやり直せると。なんで、まあ、期待値の高いところをずっと滞在し続けることができるんで、まあ、いっぱい出るってことなんですけど、だからこういうのでサクッと当たってくれると助かるんですよね。はい、トップ160ゲームあちゃー、強い演出が何もない。これは厳しいです。あれ、いやここでレア役引いてる場合は全然外れるんだよ。
なんもなかったんですけど、180ゲーム、ボーナス、まあ、通常がチャンスで当たりですね。あら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 、レギュラー、シナリオ普通、いや射程止まりか、そういうことか。ただ前任者の人は会って呼んでやめたってことでしょうかね。偶数審査、あ、それなら納得できるな、5トンで特訓です。ダメ、レギュラー5トン外れで、チャンスね。全長走ってますね、はい、430ポイントぐらいで強チェリー引いて、それの後です。はい、完全に北風全長だから、ヒーパス全長ですね。サイド7割近くあります、はい、まあ、今のところ完璧ですけど、問題なのは強烈薬引いてからなんで、じゃあ問題なのは特訓入ってからなんで。ただモンシロチョウじゃなくてアゲハチョウスタートもチャンスアップ、このまま当たるんじゃね。あ、そんなことなかったですね。ただめちゃめちゃ熱いです。だから1個前の当たりも強力からの強制短縮で当たりましたし、今回の当たりも強力からの強制短縮なんで、まあ、今回に関して言うと400ポイントなんで通常モードの当選だとは思うんですけど、いまいち規定ポイントがあやふやになってますね。ただ当たってくれるだけいいです。これはモードは通常モードでのヒットなんで、高設定強度ですね、設定差2倍ぐらいあるんです。ただね、当たりはしてるんですよ、この台天井行ってないんで、でも頂きに入ってないんですよ、そこ。これ当たります。この後ですよね、 BB 中もオーラ貯めれてないとかだったんでしょうね、多分前任者の方、いっそのこと赤オーラまで貯めていこう。207ゲーム持ちメダル、よし、じゃあまずは挨拶からいきましょうか。アースアースアース、ナイス。さあ始まりました、いつものところに帰ってきました。ヒーローラこういうので多分突破しないんでしょうね、この台はおそらく。いっそのこと強制チャンス目引いて冷薬で無理やり通すっていうのも手ですよ。ごめんなさい絶対にな、取らんと思って第3停止適当に押してしまいました。ヒーローラから突破しましたね、はい、裏に潜ってます。マジか、マジか、話すのに必死やったし、もういろいろと通ってます。さあ行きましょう。久しぶりに見たのこの画面、始まりました。ミナヒーローの番長ゼロ実戦始まりました、持ちメダルはもうほぼないですね、300枚ぐらいなんで、まあ、この番長であと1000枚ちょい出さないとまくれない。やろう、
はい、青チャージ。ボタンがバイブしました。ナイス強チェリー。さあ 14% ぐらいで鉄拳制裁直行ですからね。残念、これは普通に継続だけ。さあ1回ストックした後はもうとにかく無演出なびなし待ち。コメントでもいただいたんですけれども、無演出ナビなしほんまに鍛えた6割あるという、一応実践上はありますね、はい、ただ割と1日単位だとブレます。全然1日打って4割ぐらいでしたとかは全然あるんで、もう1000回とかたくさんサンプルを取ったら大体6割ぐらいに落ち着くんじゃないですかね。よし、最終ゲームパンダの演出以外に発展してるんでこれは大丈夫です。もともとストック1個持ってましたね。か保証が2個あったっていう可能性もあります。まあ1セット目は保証あるっていうのは分かるじゃないですか。ロード初回1回目は保証あるんで1回は最低でもチャージ入るっていうのも皆さんご存知だと思うんですけども、まあそれが1回じゃない行為も、それが1回じゃない場合ももちろんあると、2個3個という場合もあるんで、だから今みたいにストック取ってる記憶がないのに継続してチャージが出てきたっていう場合がたまにあるんで、多分ね保証は1個じゃなくて2個の場合もあると思われます。ただ保証になるんで、あのロード中にチャージに入っちゃった場合は保証なくなっちゃいますね。だから保証が1個持ってる状態で30ゲーム以内にチャージに当選しなかった場合だけ最終ゲームにチャージが出てくるって感じなんで、ストックの場合は30ゲーム間でチャージに当選した場合はもちろんストック使われません。多分あると思うんですよね。で結構自分が打ってる感じ、やっぱ初回のチャージ、いわゆる保証を持ってる時ってゾロゾロにしやすいじゃないですか。で実践上もそれが出てるんで、あとは単純になんかチャージにも当選しやすくなってそうな感じがあるんで、結構ねどうですか皆さん打ってて思いません？ロード入ってまあチャージ当てるじゃないですか最初で、チャージまあ例えば最初のチャージ駆け抜けて終わった後すぐにゼロゾロ引いてあのチャージに戻ってくる、このシチュエーション割と多くないですか？実は自分多いんですよ。なんでそれが多いっていうのは、あの保証が1個じゃなくて2個とか持ってて、保証が2個ある場合はチャージ終わって2セット目もやっぱあの保証区間内なんでゼロゼロしやすくなってるんで、保証2個持ってる場合があるからこそ2回目のセットもチャージに入りやすくなってる、そういう予想です。で実際今回は多分保証2個あったんで最終ゲーム何も引いてなくて戻ったって感じです。でこれが別にあのマサムネ3とかもそうだったんですよ。マサムネ3もあの雪村決戦入った時にナーゾルの保証が用意されてるんですけども、それもまちまちなんですよね。あの入った時に保証が決まるんですけど、まあ2回とか3回とかあのナーゾルの回数が異なる場合があるんで、まあ、おそらく同じ大特殊ってことも踏まえてこの番長ゼロも保証の回数はいくつか用意されているのかなと思われます。高設定と低設定で保証の回数を見比べたときに特別なんか設定差があるような感じはしなかったので、おそらくないと思われます。で、手段終わりました。386万。
ちょっとね弱いっすね、いろいろと、はい、いろいろと弱い。でゼロモード抜けた後のモードはおそらく3連続で通常を選んでるというところで、まあ、よくはないですよね、よくはない。で終了画面とか、レギュラー中のキャラクターガチャガチャからして偶数よりのはもう多分おそらく偶数設定で間違いないと思います、ね、で今もうまっしぐらですね、天井に真っ先に向かってる。でそろそろ3枚数でいうとトータル2000枚マイナスに到達しようとしてるんで、まあ、全ての状況を考えてこの台の予想設定は2かなという予想ですね。めちゃめちゃいい台かっていうとそうではなくて、今現状台選びできる中で最も良さそうなのがこれだったんですけど、まあ、結果打ってみてちょっと2っぽいかなっていう感じなんで、まあ、次当たったところでゼロモードだけ確認してやめるぐらいがまあ一番いいかもしれないですね。番長を打つってことはそれすなわち設定ブロックを狙いに行くことの楽しさがやっぱ魅力だと思うんですよ。まあって4って分かった時点で続行するのはその人次第って感じで、自分はちょっと追えなやさそうな挙動かなと思ったので次当たったところでやめようかなと思います。537ゲーム当たりです。外し33本、落ちメダルなし。危ない、これでレギュラーやったら発狂してましたわ。よし、とりあえず権利は得た。はい、ヒーローラ突破できず。あゼロモードないですよね、これ外れますよね。そんなバカな、いやー弱い、いやーおう。81ゲーム初めてのゼロモードボーナス持ちメダル、よし。危ない危ない、もう豪鉄はちょっとお休みにします。救世主、やっぱ困った時のミサイ BB ですよ。もうポイント貯めれないなら隠し合い。ただリプレイとリリーズはしっかり引いていこう。リリーズ4回行きました、まあ、最低でもアオーラですよね。最低でも良ければもうちょい行ってるかもしれない。一応4回は0ゾロ、4回リリーズ引いてるってことは1回は0ゾロしてる可能性があるんで、まあ、キーローラとかでしょうね。熱い、チャンスチャンス、赤赤、まあ、実戦上期待度は6割近くあります。マックスベッドで飛ばします。夜ステージ OK、 つながった。繋がりました。総投資33本、やはり救世主はミサイだった。あ、シロまあチャンスモードでゼロ型け黒ナビお話になりません。いやつらいな。おー、ありがとう、ありがとうストック持ってました。
考えられる当選形式としましては、まあ、ミサイ BB で内部的にもう一回縄揃いしててストックを持ってたのか、これはみんな広調べになるんですけれども、頂きロードスタートした時に初期ストックの抽選が行われているんじゃないかと、はい、で今回はそれに当選していたっていう可能性もありますね。どっちかだと思います。どちらにせよラッキー。あー、だからまあ頂きロード始まった時は、まあ、みんな広調べにはなるんですけど、初期ストックの抽選と保証の抽選がそれぞれ別々で行われていて、別それぞれ振り分けがあるっていう予想です。予想、はい、あ、じゃあ、で今回はおそらく、まあ、初期ストックの抽選に受かってたのかなといった感じですね。まあ公表されてるわけじゃないんで、ここは多分、まあ、実践データに基づく予想ですね。よし、オッケー。あのね、いただきチャージ中は左ファーストプラスレバーオン無演出が熱い。基本的には左ファーストの時ってレバーオンした時演出が発生するんだよ。大手突き世界やっときますか。懐かしいな、これやんのも。チャージのスタート画面でメニューボタンの OK 戻すを繰り返すと、画面固定のまま豪鉄の衣装を変えられます。オカルト、いや、きつー。滑り込みセーフ滑り込みセーフ。 HD3 全然ダメあっそう。でも一応ね、リプレイフラグは引けてるんで、まあ 0-0 になってた可能性は一応ありましたよ、はい、まあダメでしたけど、まだまだ行くぜ。多分ね、チャージレベルいいんですよ。まあ多分 0-0 の頻度的にチャージレベル2はあると思うんで、とにかくリプレイとリリーズ。これこういうのでいいんで、ちゃんと抽選は受けられてます。ただまあリリーズは引きましたけど、ゼロゾロの抽選には受かりませんでしたってことですね。やっと来たわ。ちなみに正式名称出てません。この演出ひなひろは豪鉄海岸演出と呼んでます。まだまだいくぜー。6割ほい。いや、でも黒波よし。あ、危ない危ない。なんとか無演出ナビなしをゼロ揃いでカバーしました。危な、来たか、ナヒロの時代が来たか。これ完全にレア役ホイホイの流れでしょう。8連で終了。ただこれで885ポイントあるんで、ここで頑張れってことやな。 OK、 まずい、油断すんな。
オッケー、危な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 い、なんとか。じゃあ、あのセリフを言いましょうか。もしかしてオラオラですか？あ、オラオラ言わんねえや。せっかくイエスイエスイエス、オーマイガーって言おうと思ったのに。はい、わかりました。マッチョボーナス。迷ったら2歳なんだよね、やっぱり。これでディスタンス流れたら100点満点やったのに。ストックしよう。3枚色付き。あ、終わった。チャンスチャンス赤。一番期待度はまあ低いですね、 20% ちょい。残念。あー、でもボイスがチャンスモードなんで、7よ。うん、一応ボイスがチャンスモードなんで、ちょっとなんとかしてチャージ入れないと。いやー、上出来でしょう。911枚なんとか返ってきました。あとはゼロモードだけ確認してやめましょう。うん、これ以上追うと怖いんで、割ってよ、なくてにっていう予想ですかね、今のところ。ボーナス確定よ。こういうので青なとか飛んできたらさ、シゲルでいきます。いやー、緑よ。ショーは使う。ほい。あそう。あかん、危ない。どう？あー、もうくそー。バナナ。よし、つながったー。3回目のいただきです。344枚終了です。暑いなぁ。一応出現全長以上確定プラス、まあ、本全長の期待度アップ。しかも引っ張り頻発ですね。引っ張りが頻発してるんで、引っ張り頻発全長7割ぐらい期待度ありそうです。ゼロモード、やっとゼロモードが仕事してくれるよ。132ゲームゼロモードボーナス。やっと来た、やっと来たわ。
あぶね、あぶね。頑張ろう。あーもう早いって。もうちょっと待てや。はい、1ゲーム欲しいな今。だってさ、残り16ゲーム目か、残り17ゲーム目でレーク00引いて、チャージを全長中にステージアップの演出が入った場合って、ステージアップしなかった場合はかき消されるんです。でも今これ残り13ゲームでステージアップの演出が無理やり出てきたってことは、次のゲームでステージアップすることが確定しますね。はい、実戦上確定。次ラスト12ゲーム目なんです。つまりそういうことです、そういうことです。12ゲーム目でステージアップするものといえば崖ステージか祝福陣かゼロヶ岳ですね。でも祝福陣は7ゾロのストック取ってないんで確率としては薄い。つまり残されるのは崖ステージかゼロヶ岳。でも崖ステージのステージアップって13ゲーム目の振り分けが極めて高いんで、残されるのはゼロヶ岳だけっていう、こういう時だけ噛まずに言えるんですよ。はい、謎ゼロヶ岳ですね。実戦上ボーナス買って、はい、ゼロ入ってる。これもボーナス確定です。ただマジで多分謎ゼロ畑自体100回以上やってますけど一回も外したことないんですよね。ただ視聴者の方のコメントで外れた報告は来てます。はい、だからまあ 100% ではないんでしょうけど 99% ぐらいなんでしょうかね。実践上確定って言っておきます。実践上確定なんで、はい、今すげえ当たり前のこと言っちゃったな。実戦上確定は実戦上確定なんで実戦上確定って言います。ゼロヶ岳ボーナス。467倍。いやー上出来でしょう。よしよしよし、よし外れる、外れます。終わりですね。やりましょう。生産しました。ということで今回の実戦終了にしたいと思います。まあまくりはしなかったですけど、だいぶ軽傷まで抑えることができましたね。まあ、最後ゼロモード6連続で刺さったのがマジででかかったです。いい方に考えて予想設定4でしたいと思います。でも最低でも2は4か2っていう予想になりますかね。はい、まあグラフもねだいぶやんちゃなグラフしてました。今回はこれで終了したいと思います。またお会いしましょう。さらば。はい、ということで本日のデータマ紹介ですね、やっていきたいと思います。でまずはホークストからですね、まあ、メイン通路ということもあって今日一番最初に埋まったみたいです。カード台
15回、これはゴリゴリです。これも17回、ゴリゴリ。これも当たり12回、本来10回ですけど5点入れてたんで仕方ない。筋トレ最低でも3台は確認してるんで、やっぱ絶対的に良さそうですね。タバネリなんですけれども、やっぱ言ってた通りでした。あの角から3台オールスターパネルが全体的に良さそうですね。ここ粘られてる SAO です。だいぶ AT がやれてないんですけど、最後今連チャンして1600枚いってます。マスロ鏡が2台あるんですけども、これもねちょっと結構悪くないんですよ。ただなんかいまいち伸び悩んでるって感じですかね。両方とも2000枚、でこっからがジャグラーです。アイムジャグラーバスタン125分の1、アイムジャグラーバスタン137分の1、アイムジャグラー111分の1、アイムジャグラー119分の1。そりゃさ、レギュラーめっちゃついてて合算107分の1のマイジャグ5空いてたら打つでしょね、さすがにね。はい、ギリギリまで打ちます。やば、なんでもあり。打ち始め188ゲーム、なかなかマイジャグ5とか打つ機会ないんで、こういう時に打っとかないと。あー気持ちいい。あー見えてない。はい、まあ5ゴラップ光ってます。224ゲーム単独レギュラーありますね、さすがにね。はーい気持ちいい。126ゲーム、126ゲームビッグチェリービッグ。これで映るっしょ、この画角完璧じゃね。ああ気持ちいい。ああ映ってない、もうちょい上か。まあマイジャグ5のゴーゴーランプと輪ペンだけでもね。31ゲーム、はい、ごちそうさまです。知らんでまくりますよこれ。あーもう気持ちいい、やかあかんわ。あー気持ちいい。はい、108ゲーム、マジでハマらん。はい、単独馬券。あー気持ちいい、あー気持ちいい。あーやっぱり見えない。やっぱり半分しか見えない。はい、282ゲーム、いいバケット、バケット、おしまい。おしまい、静岡へ行ってきます。お疲れ様でした。やっぱジャグラーは面白いね。結果入れた分帰ってきておしまいですわ。